ちの猫見ててね、思うんだけど、一匹の猫でもね、父親一人じゃないかもしれないと思って。二人の父親が、一つの男子に対して、まあ、二つの精子が一つの男子に対して、受精行動を行うんじゃないかと、高等動物。仮説やけどな、これね。まあ、メンデルの法則、あれ、そんな万能かなと思って、それは iPS とかスタップ細胞とかで考えたときに、山中先生とか分かった先生の発明考えたときに、メンデルの法則じゃ理解できへんでしょ？メンデルの法則に対するアンチやねんから。な、あの理論、あの二つの理論。でしょ？それあったのはね、メンデルの実験の通り。その確率が出る。その確率、その色が出る。だけど動物、例えばレッドビーシュリンプ、うち買ってみてお母さんに旦那氏の遊びすんなって、全然怒られてる、めっちゃ怒られてる。でも、メンデルの法則で太らん。説明できるけど、割合は、メンデルの法則の通り違うよ。レッドビーシュリンプ、エビナ、淡水の紅白に変わりうエビナ、香港出身のエビナ、亜熱帯、高地のエビナ、亜熱帯けど高原地帯のエビナって、難しいね、飼育だから。まあ、クーラーとかな、いるの。亜熱帯の生き物の、クーラーを要求する生き物大変やな、ね。まあ、それは言うてしまうね、怒られて、ね。じゃあ、もう隔離じゃなくて、適正動物を、うちらみたいな。ね、その、例えば金魚、適正動物。いろんな出方、面倒くさい、法則の計算通り、計算値がその割合通り。もちろん色が出る法則もメンデルの法則ですよ。ね？でもその色の出方の割合は植物っていうか朝顔ならメンデルが言ってる通りでしょ？ちょっとのイレギュラーはあるでしょうけどね。じゃあ、高等動物するかね？まあ、動物まで高等動物になってたら、そのイレギュラーの幅、種類、増えるはずでしょ？で、そのイレギュラーに関わってるのは、父親の精子じゃない精子じゃないの？だから、その、父親の精子と母親の卵子が受精して、で子供の受精卵になった時の、その最初は、まあ、単細胞だな、その受精して。すぐ分裂して、その、多細胞になっていく。その最初の初期において、多細胞から始まった、細胞分裂が始まった最初の時期において、別の父親の精子が、関与できる状態なんちゃうかなって話してみる。こういう考え方だから、iPS 細胞とか、スタップ細胞って理解できるんちゃうの？この、受精直後のまだ、未熟な状態に、あの二つの技術が戻る。まあ、特に、スタップ細胞のもの、発酵水につけたら、細胞が、受精直後の細胞分裂開始ぐらいの、状態に戻るってことじゃないかな。その時は別の精子が管理できますよ。っていう意味違う？な？言ってればよかった。だから、ただ人間は大脳進出が果たしてる。だから別の父親の精子の歴史からのと哲学がここにもし入ってる人なら、メンデルの法則の通りでしょう。それ、加藤って意味か。植物っていうか、いや、植物でもな。本当に朝顔以外もメンデルの法則の計算のままで OK？ どうなんやろな、はっきりせんからな、花の色の違い。朝顔は確かにはっきりするの、花の色の違いでな。なんかよくわからなくなってしまって、最後。